グレトナグリーンは、スコットランド南部西海岸の小さい町である。駆け落ち結婚で有名。ダンフリーズガロウェイにあり、エスク川の川口近くに位置する。ロンドンエジンバラ間の街道上にある、スコットランドの最初の町であった。グレトナグリーンにある駅は、グレトナグリーンとグレトナ両方を管轄する。227人の死者を出した、イギリス史上最大の列車事故である。 キンティンスヒル鉄道事故は1915年グレトナ、グリーンの近辺で起こった。近くにある大きな町であるグレトナとは別の町。どちらもイギリス国土 A74 の側にあり、かつイングランドとスコットランドの境に位置する。グレトナはサッカークラブのグレトナ FC の本拠地である。グレトナグリーンのオールドブラックスミススショップグレトナ、グリーンで最も有名なのは、 駆け落ち結婚がされた家冶屋である。1753年、ハードウィック教の婚姻法がイングランドで可決して以来、イングランドでは、両親の承諾を得た21歳以上の男女のみに、結婚が制限されるようになった。この法律は、スコットランドには適用されず、男性は14歳、女性は12歳以上ならば、親の承諾なしに結婚できることになっていた。さらに、 イングランドの法律では、アスキング・オブ・ザ・バンズや、後には結婚許可証が必要になったので、結婚に反対する人物が、たとえそれが法的に正式な結婚であったとしても、結婚の計画が持ち上がっていることを知り、妨害することができたのである。よって、婚姻法が改正される以前は、多くの駆け落ちカップルが結婚するために、イングランドを逃れ、スコットランドに入って、最初の街、 すなわちグレットナグリーンへと走ったのである。1712年頃に建てられたオールドブラックスミススショップや1710年に建てられたグレットナホールブラックスミススショップが少なくとも評判上は結婚業者の中心となった。ザ・オールドブラックスミススショップは1887年頃には観光スポットとして公開された。カジヤと金は現在に至るまで グレトナグリーンコンのシンボルとなっている。スコットランドの法律は非正規結婚を認めていた。すなわち、二人の承認の下で誓いが立てられたなら、ほとんど誰であろうが結婚式を主催することができたのである。グレトナのジ屋は、金床の主催と呼ばれ、有名になった。ジ屋たちは、金床の上で金属を溶接するように、駆け落ちしたカップルを溶接した。 グレトナ・グリーンの二つの鍛冶屋と無数の宿屋や農家を背景にして何千件もの結婚式が取り行われた。今日においてもグレトナ・グリーンは結婚式の開催地として世界中で有名であり、世界中から何千ものカップルがグレトナ・グリーンでカナトコを前に結婚するために殺到している。ツーリスト・イン・オールド・ブラックスミスス・ショップ管理上、グレトナ・グリーンコンという表現は、 カップルが住んでいる土地の法律で結婚しようとする、際の制限や手続きを避けて、他の土地で結婚することを指すようになった。有名なグレートナ・グリーンコンには、1826年、エドワード・ギボン・ウェイク・フィールドが若い例状、エレン・ターナーと二度目の結婚をした、シュリグリー誘拐事件などがある。1856年、スコットランドの婚姻法が21日以上の、 定住者に限られるように改正され、さらに1940年にも同様の法改正があった。コールドストリームブリッジ、ありがとうございます。